はい、皆さんこんにちは。カフェスタトークシーズン3、司会の平正明です。今日のゲストは築地魚河岸3代目魚屋さんこと生田義勝さんです。はい、はい、どうも、こんにちは。一月ぶりのね、ご無沙汰でございますけど、まあ、すごい ね、 すごいね。さっきね、うん、俺のことウオタンって書いてあった、ね、ウオタンね、ウオタン、ウオタンって可愛いね。可愛いね、うん、今度からウオタンでいこう。ウオタンですよ ね、 ね、はい。でも最近あれだね、生田さんのツイッターとかフェイスブック見てると荒れてんね、うん、大丈夫？怒ってんだよ、随分荒れてる。怒ってだから今日なんかほら、これ見て、このフリップ、これほら、こういうのも持ってきてさ、ね、で今日はね、ここで怒りをぶちまけようかなって言いました。もしかしたら今日が失言により最終回、失言によりまあだけどこれだけ続いたんだからいいんじゃないの。まあよく続いたよね。本当に生田さんにはお世話になりました。いやいや、今日は思いの丈をぶつけて、いただいてと思います。最終回に、最終回に、また最終回詐欺だって言われるっていうねところであれじゃないか、はいはい、株どうした？株下がっちゃってんじゃん。いや今ね、うん、水不足で野菜高くなってんですよ。その株じゃねえだろうなんかお約束だね今のね、なんかやおやだね今のね。なんかやだね、大田市場行ってくださいよ。株高いよ。株高いいや、さすが計算官僚に、計算政務官ともなるとさ、そういうとこ避けるね。うまくなったね。あまりさんがさ、うん、いいの、そのさ、株価のなんかね、目安を言っちゃってさ、それは通称あまりラインって言われてね、それでこのぐらいがまあ一つの目安じゃないかっていうのを言って、本当に言っちゃいけないわけよ、うん、それですごい問題になって、それ3月に、ね、超えたんだよ。それ1万3000だったっけ言っちゃっていいの？いや、その時だって言っちゃってるからもうね。それでね、1万3000超えた時にね、天城越えにね、の替え歌でね、天城越えって、そうそう、天城越えって替え歌でね、うん、黒田と越えたい天城越えっていうね歌が流行ってね、それで1万3000超えてさ、うん、ポンポンポンって1万6000近くまでいったじゃない。いった。ただまあその株価のことはね、うん、まあ僕ら、私政府高官なんで言いませんが、ただね、一つ言えるのは、その株を買わないやつはバカだみたいな空気になって最悪なんで、ちょっと異常な上がり方してたでしょ。まあだからまあ、実力に見合ったね、株価がそのうちついていくでしょ。私は魚屋でね、やっぱり相場の中で生きてるけども、俺もそうだ。そうだろ、俺は相場だ。相場なんていうのは上がったり下がったりするの当たり前なんだからさ。その通り。で、笑っちゃうのは、上がるとなんだっけ、バブルだって言ってさ、下がるとなんだっけ、ザマーミロ、ザマーミロとかさ、なんかアベノミクスの弊害だとか言っちゃうんだよね。あれはまあ大変なもんですよ。まあもともとさ8000円だったんだから、まあ1万6000円なんて言ったら倍だからね。倍だよ。だからそれも怖いよね。それは異常な話だよね。まあ、そんなのはありえないんで、まあどっかで調整入るっていうのは悪いことじゃないなっていうふうに思いますよね。だから当たり前なんだよ。こんなのはまあだから上がった下がったっていうのは相場なんだからさ。それでまあ僕らはほら成長戦略やってますけど、まだまだね、発表するネタをいっぱい持ってますから、皆さんお楽しみに、楽しみだね、と思います。ところで、はい、アメリカ、はい、アメリカ行ってきましたよ。どうした、アメリカ。まずね、アメリカ行った報告でね、私はね、アメリカ行く2ヶ月前からスピードラーニング買いました。スピードラーニングでバリバリ聞いてました。バリバリでね、1日5分って言われてたから1日50分聞いたの。大きい。人の10倍聞きゃ10倍早いだろうと。そりゃそうだ。クソの役にも立たなかったね。バカやろお前。もうすみません、今具体的な商品名を言ってしまいました。本当すみません。今のは取り消して謝ってください。すみません。じゃあ今の取り消して謝ります。ごめんなさい。ね、だけど、ちょっと待って。ね、スピードラーニングね、あれなかなか、いやいいらしいですよ。なかなか。スピードラーニング。ミラー夫人だろ。ミラー夫人。ミラー夫人がね、大体ね、あれね、頭きちゃうのが。頭。まあちょっと抑えめに頼んでください。まずね、スピードラーニングの最初ってね、あれなんだよ。まずね、ミラーさん夫婦が日本に引っ越してくるわけ。で、隣の伊藤さん家に挨拶。伊藤さん家よく覚えてる。伊藤さん家がよ、なんつったって子供までネイティブ並みのスピーカーなの。お前ね、ミラーさんね、日本を舐めるなよって。そんなね、子供のね、下の子までね、至るまでね、英語ペラペラなんて言え、日本にはなかなかねえぞと。これね、ミラーさんのね、幸運にね、ビビったね、スピードラーニングの。でもそれは分かったんだ。ミラーさんが来たってことと、隣が伊藤家だってことは分かった。でね、伊藤さんのね、奥さんっていうのはね、次の回ではね、階段から落ちて背中痛めて入院しちゃうんだよ。もうね、スピードラーニングね、そんなとこばっか気に入っちゃってさ、どうでもいいとこだけ、どうでもいいとこだって、あれだよ、海外に行くって言ってさ、This is Captain Speaking ってあるじゃん、機長が話してる、その機長の声のやつが、街中で時計売ってんだよ、
同じ声のやつ。あ、同じ声のやつかね。スピードラインじゃよ。貴重でございますって挨拶したやつが、それからしばらくした後に、街角で時計を買うって言って、で、なんか時計値切るんだよ。これ50ドルだってけど、おい30ドルまかんねえのかって、ああ、無理だ無理だって言ってんのが貴重なの。お前、それじゃ説得力ねえじゃねえかよって。でもね。足で飛ばしてんね。そうかい？でもあれだね、じゃあ、ゆきちゃん、ちゃんと、こう、入管なんかは。入管、もう一発で。入管はだって。俺は誰だと思ってんだ。俺は誰だと思ってんだ。俺お前、ちょっとお前ニコ動で有名だぞって言ったの。ニコ動って、だけどさ、入管に行った時にさ、スピードランニング通りのさ、英語言ってくれないよな。もうダメだよね。もうアドリブだから。そう、覚えてるんだよ、そこで。いや、これ入管絶対この英語来るからって思って、そしたらこう返さなきゃと思って、プッて言ったんだよ。そしたら全然違う英語が返ってきた。もうしょうがない。もうこうやるしかないじゃん。もう惨めなもんだったよ。まあね、気合で通じるから。そうそうそう、うちの親父はね、入管でね、職業なんだって言われてね、やおやっつったら、通してくれたっつったから。それもう言っても分かんねえと思ったんだよ。入管のやつも慣れてるよね。そうそうそう。もう大丈夫ですから。いや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 。それで、アメリカ行ってみました。そもそもなんでアメリカ行ったの？そもそもだからこれなんですよ、これ。これ。これ何これ、ね、これシーフードウォッチって言って、はい、ここに書いてあるんだよ、はい、これ、はい、モントレーベイアクアリウムって、モントレー水族館っていうのがあるの、ね、モントレー水族館、うん、でここのね、モントレーベイアクアリウムっていうのは、あれなの、資源管理とか要は海のね、その水産資源っていうのを大事にしましょうっていう、発信をしてるとこなんです。でこれ、シーフードウォッチって言って、これ裏返すと、ここに、ほら緑、黄色、赤、で緑はベストチョイスね、これはだから資源いいよって、だからいっぱい食べていいよ、でこれがグッドオルタネイト、グッドオルタネイトっていうのはまあいい選択だよと、それでアボイド、これは食っちゃいけない、その食っちゃいけないってところにいきなり3行目に本マグロラって書いてある。本マグロラ、本マグロラ、どういうこと？いやだからもう本マグロは資源がないんだよ、資源がなくなってきてる。これはでもさ、そんなね、由緒あるモントレイベイアクアリウムになんであなたが呼ばれたの？いやだから俺は有識者なんだよ。有識者なんだよ。そうだよ。こう見えても日本の魚の、こう見えても、そうだよ、日本の魚の世界ではちょっとした有識者、ちょっとした有識者、そうだよ。だからアメリカ行ってグルメレポーターじゃないの？グルメレポーターあんたじゃないかよ。あ、そういやロケやんなきゃね。やるやるやる、ね、ロケやろうよ。もうそろそろ終わろうって言ってるのにね、ロケやろうなんてこと言ってこれじゃあシーフードウォッチでね、じゃあこういうのは食べましょうとか、こういうのはまあ食べてもいいですよと、これは避けましょうっていう中に書いてあるのが、要はもう絶滅危機種ってこと。そう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 、だからこれも書いてあるんじゃない、下のところに、これはイール、うなぎ、あ、本当だ、うなぎも書いてある。へえ、じゃあもう食えないもんばっかじゃんか。そうだよ。でじゃあさ、これは どうしたらいいんですか。アメリカは何、これは どうしてるわけ、ね、そのアメリカはね、消費者に選びましょうという啓発をしてるわけ。そうそう、だから、ウォールマート、ウォールマートな、ウォールマート、アメリカ最大の小売業者って言われて、ウォールじゃなくてウォールマート、ウォールマートね、はい、あのウォールダメだよお前、話の覚えがついてどうも話のリズムがないからで、ウォールマートも一応サスティナブルシーフード、持続可能なシーフード専門にやるって言っちゃった。あ、そうなの、あの安売り店が。そうだよ、日本の安売り店と違うね。だから逆に言うと、もうね、アメリカなんかね、サスティナブルを歌わないと売れねえんだよ全然。ああ、そうなんだ。そうだから、これをね、消費者に持たしてね、消費者がね、例えば買い物の時にこれパッとか出されると小売店がビビる。ああ、なるほど。そう、これがね、なんか結構抑止力になってるね。逆に日本うなぎ売りまくってんじゃん。ひてえよな、あれもな。怒ってるね、怒ってる。あれだって、あの牛丼屋って、牛丼屋なんてよ、大体牛売ってんだから、牛の日は牛売りゃいいじゃないかな。牛の日はね。そうだよ、牛の日は牛売りゃいいんだよ。あ、なるほど。それは一理あるね、牛の日は、ね。そうだろ、それはそうだ、牛の日なんだから、牛の日なんだから、やっぱり、うちは牛丼屋ですから、牛売りますって言ってさ、うなぎ売りませんって言ったら、おお、素晴らしいなってことになる。そうだね。そうだよ。なるほど。で、まあ、資源管理をきちっとやりましょうっていうことで、日本はどうなんですかっていうことで俺呼ばれた。それで何、向こうで何話してきたんだ。話したよ、プレゼンもやって。プレゼンやった。どういうプレゼンしてる。だから、こういう検定を作って、もうこうやってきた。そうそう、まずこうやってテッドだから、こうやって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 笑い取った、そこでいやだね、もう本当に。それで何の話してきたの。だからそれで日本ではこういう活動をやってるけれども、結局まあ日本の消費者っていうのはあんまり火がつかない。
うん、だって日本人ってあんまりこれ資源やばいよって言っても、うんうん、それが買い物やなんかに反映しないんだよね、うん、そうな、いやでもねよくある話でね、うんうん、うちの業界で言うと、うん、いやもう曲がったキュウリでもいいんです新鮮ならって言うくせに、うん、そうだ、絶対買わないから、絶対買わないから、そうなんだ、あの全般的にね買う人はよっぽど、まあ、もしかしたら言うかもしれないけど、うん、あのね違うんだよね全然 ね言ってることがね、そうなんだよね、だからね、うん、アメリカはね、うん、そのサスティナブルシーフードっていうことを言い出して、うんうん、言い出したら別にこれといったなんかアピールをしなくても、うん、そっちの方が売れたんだって、うん、それで自然にみんながそっちへ商売が流れてったんだってさ、なるほどね、で日本はどうするんですかって、うん、いやだから、要はその、うん、消費者にねこれをみんな知らしめなきゃいかんと、うん、で一生懸命それやってるけれども、うん、なかなかそうはいかんねえと、うん、じゃあこれからどうするんですかって、うん、よし俺に任せとけって、魚 TV って今やってる、魚 TV やってるからね、魚 TV やって、魚 TV やって何が流行ったかって、あいって言われさすだけだよ参ったよね、だからさ、だって声優なんかウォルマートじゃないの、うん、資本が、いやだから声優なんかやんないのかね、いやだから、うん、面白いのは、うん、あの、うん、イオンも、うん、ダイエーも、うん、イトーヨーカドーも、うん、声優も、うん、みんなサスティナブルシーフードやろうかなって思ってるわけ、思ってんだ、だけど、うんうん、今の状態でこれを導入したら、うん、水産売り場、そう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 、売り場がなくなっちゃうんだよ、なるほどね、そうだからみんな、うん、なんかどっちが先にやるかなっていう牽制し合ってるっていう状況ね、うん、だから多分ねこれねちゃんとうちはサスティナブルだよっていうことをきちっと打ち出して、うんうん、うちはこの基準でやりますってことをやったらそこは俺流行ると思う、じゃああれだな、大手量販店は無理だな、大手量販店にはできないと思うね、オリジン弁当からだな、オリジン弁当他弁もいい商品だよあ、いやでもね本当そうなの、あ、うん、そうか、困ったもんだよ、でもじゃあ小生田さん、うん、今後ね、うん、持続可能な水産業、はい、やってみますよということで、はい、じゃあオピニオンリーダー、オピニオンリーダーで、じゃあ今日はあの、そう、はい、よっちゃん持ってきたフリップ、はい、じゃあフリップ、さあこれいいでしょこれ、はい、はい、じゃあちょっとアップしてこれ、はい、はい、はい、これ私の部屋です、おお、すごいね、儲かってんね、儲かってるでしょ、はい、これも私のお節間です、あららね、それで、これ実はこれ船だったんです、おお、いくちゃん、ね、これいい操舵室でしょ、鈴代の持ってる、ね、船、鈴代の持ってる船、もう超高級クルーザー、クルーザー、そうそうそう、007のなんかこう忍び込むような、そうだな、実は僕が持ってるクルーザーなんです、これなんです、おお、ね、漁船これね、どこの漁船、ノルウェーの漁船、ノルウェーの漁船、うん、だ前もここで言わせてもらったけどさ、うん、ノルウェーって漁業めちゃめちゃ儲かってる、だからさっきのこの部屋、この部屋悪いけど一般船員の部屋だよ、へえ、だからね、儲かってから ねあんなね、日本の漁業ってなんか狭いところでこうやってみんな二段ベッドかなんかで寝るって感じじゃない、全然違うね、全然違うんだよ、へえ、だからノルウェーの漁業っていうのはこれだけ儲かってるってことね、じゃあなんで、うん、じゃあ日本は儲かってねえのかという話をさせてもらいますよ、うんうん、はい、どうぞ、はい、でまあこれね最初のことね、漁業部門別生産量の推移、うん、日本っていうのは、昭和60年ぐらいここにピークを迎えてるんですね、うん、生産量ピーク時が1282万トン、うん、これが昭和59年、うん、で、今というか平成21年のデータだけど、うん、これが、543万トン、うん、半分以下まで減っちゃってるんだよ、うん、ね、うん、それで半分以下に減っててですよ、うん、でね、海っていうのはね、うん、再生するもんじゃないですか、はい、ね、だけど、はい、その再生する前に取っちゃってるっていうのがこれなの、うん、でこれはサバの資源量と親魚量ね、新魚量っていうんだけど、うんうんうん、これまずね資源量これだけあったんだよ、これ80年代には青ね、お青で、それをバンバンバーッと取りまくって、今資源量っていうのはもう本当に血流も下にくっつきそうな状態まで起こってるのね、それでその中の親魚量、うん、親魚量っていうのもどん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 減っちゃってるね、うんうんうん、で親を取っちゃってるってことは、うんうん、子供を産んでねってことなんだね、うんうん、だからサバっていうのはものすごく今やばい状態なんだ、だから逆に海を再生させていくってことを考えたら、親をある程度残してって、うん、子供を作らせてきゃ、要はさここに書いてあるけど元本を使い切った状況でしょ、利息がついてくるわけで、うんうんうんね、でその利息で儲かった部分だけを取っていけば、うん、漁業っていうのはもうずっと再生するわけよ、なるほど、少子化ですな、そう少子化で、それに引き換えこれほらヨーロッパ、ヨーロッパっていうのはちゃんと規制をしてだよ、親を守ってんだよ、だからほらこれ2000年過ぎてから伸びてきてんだよ少しずつ、あ本当だ、日本は減り続けてる、
これひどいね、でもね、これね。ひどいだろ。だからこれはいわゆる乱獲ってやつだ。乱獲ね。そう。で、なんで乱獲が、あ、まあ、まあいいや。うん、じゃあこれが年齢操作。うん、で、今、うん、あの日本のサバっていうのはどういうのを取ってるかっていうと、うん、あの赤が0ね、オレンジが1、うん、で、まあ、黄色が2でこういうふうになってるんだけど、うん、ほとんど0と1しか取ってないんだよ。うん。0歳と1歳のサバしか取ってない。ちっちゃい。ちっちゃいんだよ。だからロウソクサバって言って、うん、悪いけど、うん、アフリカあたりでも最近買ってくんなくなっちゃった。ああ、そう。ちっちゃすぎて。ちっちゃすぎて。だから養殖の餌にしかならなくなっちゃうわけ。だってこんなサバだよ。なるほど。こんなサバ、こんなサバばっかり取っちゃってるわけ。なんで？いや、だから親がいなくなっちゃったからね。大きいのがいないから、まあ、とにかく取らなきゃいけないって言って、もうバン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 取っちゃうって。だって6歳以上のこの青なんかないんだよ、ここに。ほら、うん、とりあえず5歳ぐらいがここにちょこっとあるぐらい、うん、でそれに引き換えヨーロッパどうなってますか。バランスいいね。バランスいいよ。ほら上の方ばっかり取ってんだよこれ、うん、本当だ。ほら一番だから6歳以上のでっかいサバばっかり取ってる、うん、だからさ今さ、うん、ノルウェーのサバって結構効くでしょ、うん、いや俺わかんない本当、うん、あのね、うん、サバの棒寿司って言ってんじゃん、うん、あ売ってる売ってる。あれねスケロク寿司だな。そう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 、サバの棒寿司、あれうまいだろ。あれノルウェーだからうめえんだよ。あ、ノルウェーなの。あれ、あれ見てごらん、原産国ノルウェーって書いてあるから。あ、そうなの。そうだよ、スケロクなの。ノルウェーのスケロクの癖スケロクノルウェーノルウェーなんだ。そうなんだよ。だからスケロクはここら辺がスケロクになるわけだよ。はあ、あ、そうなの。そうで、それだからこう網目を大きくするってこと。いやいやいや、そういうわけだ、まあ、それがね、うん、それがですよ、うん、はい、あの漁獲制度ってのがありまして、ね、漁獲制度、漁獲制度、はい、まあ、漁獲制度はこっちにあるんだよね、うん、で、あ、これこれこれ、うん、これこれ、はい、ね、はい、タックっていうのが専門学校あの水道橋にある。違うだろ、ね、違う。これはトータルアロワブルキャッチ。そう、結構英語いけて、ね、トータルアロワブルキャッチ、ね、はい、だから総漁獲可能量ってやつ、うん、はい、だから例えば、まあ、10トンまで取っていいよっていう設定が、うん、ここ、まあ、みんなアイスランドもノルウェーもみんな、うん、韓国も最近やってるんだよね、うんうん、それで日本はそれ設定しただけでオリンピック方式っていうまんまでやってるわけ、うんうん、っていうと要は、例えば6月1日から、うん、これは解禁です取っていいよっていうと、うんうん、みんながブワーっていって先を競って取るわけ、うんうん、なるほどね。でノルウェーとかアイスランドとか日本以外の国 IQ も含めてなんだけど、うんうん、これっていうのは個別に割り当ててるんだよ、うん、漁船ごとに、漁船ごとに、そう、漁船ごとに割り当ててるから、うん、みんなそのなんていうの焦らないわけよ、うん、そしたらさ要は数量決められちゃってっから、うんうんうん、単価上げる努力をみんなするわけ、うん、なるほどね。そうでしょ、うん、だって売り上げっていうのはその数量かける単価なんだから、そうだ、で数量がもう200トンって決められちゃってるから、うんうん、じゃあ単価を上げるにはどうしたらいいって言ったら、うん、いい魚取らなきゃいけない。そうそうだ、ちっこい魚より大きい魚を取った方が絶対お金になる。なるほど。それでこういうふうにうまくいっちゃってるわけ。あ、それでこういうふうにうまくいっちゃってるわけ。これなるほど。なるほど。そうで日本っていうのは相変わらずこのオリンピック方式で先を競っていくから、うん、要は200トンのこのタックの枠が来ちゃったら、うん、そこで漁獲終了になっちゃうわけでしょ、うんうんうん、ね、だから大きいもん取るとかちっちゃいもん取るなんてこと言ってらんないわけよ、うんうん、とりあえず取っちゃう。いや、とりあえず取ってお金にしなきゃしょうがないっていうのが日本の方式だ。じゃあこれは 量を割り当ててる方式なの、ね、そうそうそう、インディビデュアル、うん、トランスファラブルクォーター。クォーターっていうのは漁獲枠で、これは譲渡可能、譲渡可能な、譲渡可能な、うん、譲渡可能な個別割り当て制度で、韓国も一応譲渡可能ではないけれども個別割り当てをやりだしてるんだよ韓国。韓国より遅れてんだよ漁業制度は日本は。なるほど、うん、水産庁、水産庁、水産庁、はい、それで今タックっていうトータルアロワブルキャッチの話をしたけれども、うんうん、実は、うん、あのねこのタックを決めるのに、うん、まずね科学者が調査するわけ、うんうん、でこの魚に関しては漁獲、これ以上取ると、うん、要は持続可能じゃなくなっちゃうよっていう研究をしてる科学者がいるわけ、うん、でその科学者が会議をして、うん、例えば今年のイワシは、うん500トンだよって言うじゃない、うんうん、そうするとそれを聞いてタックを設定するんだけれども、うん、日本のこれ見てよこれ、うんうん、ね、この青いのが科学者の勧告、うん、で国の漁獲枠設定っていうのはそれよりはるかに大きい。うーん、でこの平成18年に限ってはこれ4倍だよ、うんうん、4倍。なるほど。4倍の漁獲枠設定しちゃった、うん、だからあの持続可能になるわけないよね、うん、だからどん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 魚がちっちゃくなっていっちゃう、うん、じゃあここのやっぱり10年ぐらいがもう著しくその悪影響出てるから、そうそうそう、だからもうタックっていうのは合ってないようなもんなんだよ。なるほど、うん、ね、で、はい、ほらこれ、はい、
ね、うん、これで、そのタックの話が出て、なんかバレてね、あのイワシの乱獲お墨付き、水産庁のお墨付きになっちゃった。でその時に外国船も、あの水産庁のコメントね、外国船も取ってるし、日本だけが資源を減った、責任を負うわけにいかないと、安定供給も必要だった、当時としては妥当な判断とか言っちゃうわけね。でこれあれなんだよ、あの、許容量を越すっていうか、魚の量より大きい設定をしてたとしたの。うーん、魚が多分、今、5000トンぐらい海にいるだろう、っていう時に6000トンぐらいの設定をしたって。へー、なるほどね。それで安定供給するためにこの漁獲枠設定っていうのはね、妥当でしたって言っちゃってるわね。まあ役者は無病性っていうのがあってさ、やった政策は全て間違ってないっていうのを前提にこう言い訳をすることになってるからね、だけどそうやってどんどん魚減ってるんだよ。まあでもちょっと水産庁よく見なきゃダメだな。いやだから俺ね、まあ今日ねいろいろねちょっと話しようと思ってたんだけど、水産庁とかね農水省もういらない。はい、いらない。いやだから、政府高官だからさ、ちょっと言えないかもしれないけど、あのね、農水省とか水産庁とかって、実際あれ目的何かっていうと、かわいそうな第一次産業の皆さんを保護するっていうことじゃない。なるほど、なるほど。保護、メガネ拭くし。そうそう、いやいや、喋ってて。ね、で、なんか俺一人でなんか言っちゃってるわけだな。ね、だから保護するっていうから、この間も燃油高騰でストライキやったの知ってる？知ってる知ってる。あの日比谷公園になんかみんなで集まってさ、またやったわけで、だけどさ、燃油高騰で前、あの民主党政権になる前に燃油高騰でわーっと大騒ぎした時、運送も大騒ぎしたし航空も大騒ぎしたけども、今回あれだけじゃん、漁業だけじゃん、ね、他何にも言わないんだよ。要はこれを言うと補助金がっぽりもらえるっていうのがあるわけだよ。それで実際のとこね、これ補助金もらって何してかってパチンコやってんだったよ。一概には言えないけどな。いやいやいや、だけど、まあ一概には言えないけど、でもそういうのがものすごい多いんだよ。まあだからさ、まあいずれにしてもね、もともとね、日本はね、通産省とね、農水省は1個だったんだ。農商務省だった。農業の農に商業の商に農商務省だったっけ。だからそういうふうに、まあ経済合理性も含めつつね、あの今後ほら輸出産業成長産業していかなきゃいけないんだから、まあ、ちょっと頭切り替えなきゃいけませんね。いや、そう思うそう思う。だからこの間ね、なんでそういう発想になったかって言ったらね、この間ね、俺ちょっと生意気にもですよ、アメリカ商務省の方と会っちゃったんですね。いや、別にいいよ。英語で言うと NOAA っていう NOAA の人に会って、でその人が商務省の人なんだけど、漁業局の人なんだよ。でその人がキャッチ&シェアプログラムって言って、アメリカの ITQ 制度、さっき言った個別割り当て制度っていうのを彼が主導してやってるわけ。それでなんだかんだうまくいっちゃってんだよ。だからさ、いや水産なんかはね、日本はもともと強いとこだよね。そう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 。価値も高い、とこだろうから、あのその良さをさ、もっとさ、こう引き出してやんなきゃいけないとこだよな。そうだから変な話ね、ノルウェーなんてのはものすごく狭い海域なのよ。で、日本の EEZ のこの海域っていうのはものすごい豊かな漁場がいっぱいあるわけ。なるほど。で産卵場もあるわけね。でもそこの保護っていうのは事実上今一切行われてないっていうのは、メンテナンスをしてないってことね。何にもしてない、何にもしてない。もう取り放題やり放題、やりっぱなし、っていう状態になってるのが今日本の漁業だよね。でそこを改善してだよ、例えばノルウェーとかさ、アイスランドとかカナダとかね、アメリカとかね、そういうふうに水産で力持ったとしたら、水産はいい商売だよこれ。まあそうだろうな、あんだけ海広いんだからな。そうだよ、これだけ海白くて、それで今築地にあいだけ外人が来てるじゃねえか。あれなんでだか分かる？知らない。魚食うようになったんだよ外人が。ああそうか。今まで日本人しか食わなかった。生でね。そう、生で食わなかったで、美味しいっていうことを知っちゃったんだね。それで知っちゃったんだ、知っちゃったんだよ。中国の人も食わなかったのかな。そうだよ。でそれを魚っていうのはうめえもんだねってことを知っちゃったわけだね。だからそこでなんていうの、調べていったら、日本っていうのは魚昔から食ってるね、それでもって築地っていうのがあるんだねって言ってみんな来るんだから。なるほど。
そう、まあ、もともとね水産庁ってね、あんまり国会議員もよっぽどその水産圏出身じゃないと、いや、あの、いない、あの興味を持っていないっていうかね、まあ、興味持って言い方おかしいけど、あんまり一生懸命やってないし、まあ、最近も言ってどちらかというとね、まあ、補助金取ってくるって方向にベクトルが働いちゃうから、僕は一回水産庁に文句言ったのはさ、何言ったの、日本の鰹節がほらヨーロッパ入らない、それ韓国の鰹節はヨーロッパ輸出できるわけよ、これ EU ハサップっていう制度を、その調査団がヨーロッパの調査団が日本に来た時に、まあ、水産庁の対応と、多分あの魚市場の皆さんだと思うんだけど、態度が悪かった、態度ものすごい悪かったかどうかは知らないんだけど、怒って帰ったらしいんだよ。あ、そう。それで、韓国はほらうまいじゃない、そういうさ、国際機関に人を送り込んだりさ、で結果として何が起きてるかっていうと、ヨーロッパで日本食ブームだ、クールジャパンだよ、日本食ブームあるのに、日本食ってさ出汁じゃんか、出汁だよ、ね、なのに鰹節輸出できないんだよ。で、じゃあ鰹節欲しかったら韓国の鰹節を使わざるを得ないわけよ、それでブームっていうのはさ、まがい品が出て終わるんだよ、みんなさ、ナタデココにしてもさ、ティラミスにしてもさ、そうなんだ、すっごい大事なことなんだよ、だからそれをそう、なんとかしろって言って、それは私が指摘するまでさ、みんな知らないよね、あんなことね、だからちょっともう一回な、ね、全体的にその政策をね、やっとかないといけないな、ね、水産にね、注目する議員欲しいね、ね、これね、じゃあ俺やるか、ちょっと大きい声じゃ言えないんだけどさ、大きい声じゃなくても全部に広がってる、日本のさ県内、日本の県いっぱいあるじゃない、で県の中で一番漁獲量が著しく落ちたとこってどこだか知ってる、何県だか、全然これ言えねえんだよ、言えない、なかなか俺、じゃあ言うな、山口県、あ、なんで、あー、そうか、言えねえだろこれ、あーはーはーはー、なるほどね、そうなんだよ、あー、ニコ動より平議員にこの問題を国会で取り上げてほしいとの声が複数ありました、じゃあやりましょう、やる、じゃあこのフリップを一生懸命作るよ、 あげるよ、そう、それほら、いやいや、うん、はい、乱獲をやめれば日本の食卓は支えられる、ね、マグロ、今ね、すごいんだよ、4キロぐらいのマグロがいっぱい入ってんの、ね、でこんなのこれぐらいだよ、マグロってほっといたら300キロなんだよ、でその代わり7割ぐらい死んじゃうんだよ、大きく大人になるまでにね、でも3割しか残んなくても、これ体重3キロのもん、ね、それで、まあ、161万本取りました、そしたら漁獲量が、4856トンでした、だけども単価は550円しか出ません、ね、それで漁獲金額が、27億円でした、ね、これを6年間泳がしておくと、ここから7割減るわけだ、7割減って3割しか残んないけども、目方が1本あたり100キロになるわけだね、で97キロ、そうすると漁獲量が、4万3959トンまで増えるわけ、それで単価っていうのが5000円じゃ効かないから ね、100キロアップのマグロっつったら、ね、5000円から1万円ぐらいまで競るようになる、そしたら見てごらんよ、27億から2235億だよ、これだけの富がたった6年で失われてるっていうこと、なるほど、どうよ、いいこと言うね、いいこと言うの、今日は、今日最終回かな、これ最終回かな、これ、え、もしかしたら、いやでもね、本当にこういうことなんだよ、なるほど、それでもっと言うと、この1歳のマグロっていうのはまだ子供産んでないんだよ、さっきの話じゃない、なるほどね、子供産んでないから著しく資源量に悪い影響を与えてるわけ、なるほど、でこいつらは数回を産んでんだよ、なるほどね、なるほど、だからね、そういうふうにやって取ればね、マグロ、そう、それでどこが売ってるかっていうと、あれだよ、いや、もういいよ、言わなくて、ね、どっかの塔のあれ、あ、そういえばどっかの塔って言えばさ、細野だからお前、具体名をズバッと言うなら、なんかありましたか、いや、あのさ、ツイッターでさ、一昨日やっちゃったんだよ、知ってる、知らない、知らない、知らないか、あのね、蓮舫がね、蓮舫が自分の呼び捨てしない、蓮舫さんが自分の飼い犬の顔を撮ってただいまってこうやってツイッターに書いたの、そしたら細野さんがそれを見て、ズボラな瞳で可愛いですねって書いちゃったんだよ、つぶらなんだよ、つぶら、ズボラがズボラになっちゃったの、そしたらさ、周りから大騒ぎになっちゃってさ、ズボラはお前じゃないかみたいな、もう、まあやめた、まあまあ、まあ、ね、ほら、もう大体みんな分かってんだからね、これ、本当だね、今日飛ばすね、いやいやいや、もう時間だよ、いやいや、ね、最終回にふさわしい、最終回にふさわしい終わり方だね、あ、まあでもね、いずれにしても、
一言お断りしたいのは、このカフェスタで言ってることは自民党の政策と一致を しないということがありますので、ご了解をいただきたい。あれで終わった後必ず個人の見解です。個人の見解です。党のあれとは関係ありませんって書いてあるもんね。でその上で、その上で、その上で、まあ、今の問題提起はしっかり私が受け止めてですね。いや本当ね、水産のことやろ、やろ。あのね、俺ずっと金融とか経済やってんじゃない。たまにさ農林水産部会に行くじゃん、アウェーな感じなんだよね。やっぱりどうしてもね、市場関係者なのね。市場関係者なのね。市場関係者だね。おかしいんだよな、アウェーな感じなんだよな。まあでもどっちにしろね、これからさ一次産業もさ、まあ、要はさ儲かるようにしていかなきゃいけないわけだ。そうだから、だから経産省でいいんだよ。だから儲かるようにしていかなきゃいけないから、まあ、ちゃんとやりますよ。ちゃんとやってよ、はい、本当に。それでは時間参りましたんで、はい、生田さんプレゼントコーナー、はい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 、今日のプレゼントは、今日はこれ、新物の塩蔵わかめです。はいはい、ね、塩蔵わかめ、はいはい、でさっき持ってきたんだけど結構うまかったよ。うまかった、うまかった、ね、はい、はい、これどこの、今年の岩手のやつ。岩手のやつ、はい、岩手大船渡。お大船渡、ね、でほら、あそこは大船渡だ。変なのも入ってないだろう、わかめと食塩だけ。あ本当だ、うん、これをですねちょこっと水で洗ってですね、はい、洗ってで、はい、あのお味噌汁に入れてもいいし、ね、これ、うん、このまんまポン酢かなんかつけて一杯やるっていうのもあるんでございますよ、ね、お金かかんないでしょ。それとあと、これ5名様ね、これ、はい、それでもって、はい、あと、その5名様にはこれつけてあげるね、はい、シーフードウォッチ、ね、でこれあと5枚持ってきてるから、あと5名様にシーフードウォッチ、うんうん、シーフードウォッチのみが欲しい人と、わかめとシーフードウォッチが欲しい人、うんうん、でこれで応募してください。これあれあれだろ、築地のさ、うん、あんたの鈴用に持ってってさ、うん、これこれ見せればいいんだろ。あそうそうそう、おそしたらマグロ売ってんじゃねえかお前って言われるよ。そうなんだだからさ、俺さここでさちっちゃいマグロ売っちゃいけねでね、あんまり良くないとか言っちゃってるけど、マグロやじゃねえか、マグロや。実は俺も先週30キロのマグロ3本も4本も買っちゃってるバカ野郎お前。まあしょうがないんでね、そこら辺は背に腹は変えられないっていうところでね、困っちゃうんですよ本当に。まあそういうことで、じゃあちょっと、まあ、いろいろね日本の水産業の、まあ、問題をご指摘いただきましたんで、でも本当にね、マジで、はい、こういうプレゼンに行くよ俺。あ分かった分かった、いや大体理解したから、もう一回ね水産庁呼んで話聞きます。そうだね、水産庁は水産庁の言い分があると思うから、ね、そうなんだ、一応話聞いてね。そうなんだよ、その上で対応したいと思います。それでプレゼントの応募先はこちらです、はい、はい、どしどし お申し込みをいただければと思います。今日は最終回かい、やっぱり。いや最終回じゃないけど、まあ、いや政府じゃねえか。でもいや、でもさ、冒頭さ、うん、具体名、商品名言っちゃったからな。ミラー夫人な。ミラー夫人。あれちょっと致命的かもしれない。やべえ。ちょっと党の倫理委員会にかけてみます。党とクビだ。党とクビになっちゃったよ。まあ、まあ、政府、まあ、政府じゃない。政府ほら、政府って、みんな政府って書いてるよ。みんないい人だな。最後、じゃあこうしよう。スピードラーニング、ちょっと一回いいとこだけ一言で。いや。あのね、実を言うとね、スピードラーニングやっぱりやっててね、自信があったね。あ、なるほど。うん、それでね、着物着てたんでしょ。ね、着物着てたら、街中の要はね、職人の親父に、ヘイマスターって言われたわけ。ヘイマスター。マスターっていうのイコール師匠ってすぐ分かっちゃった、ね。これスピードラーニングのおかげで。でそこでその職人といろいろとやり取りをして、そしたら次の日に俺にチョコレートくれた。あ、そうか。うん、俺ヘイマスターって聞くと、ヘイマスター失恋レストラン思い出すけどな、ま、そっちの方がやばいか、また捕まったよ。いやいや、またすみません、はい、じゃあもう危ないんで終わりたいと思います。今日のゲストは生田芳和さんでした、はい、じゃあまた呼んでください、よろしくお願いします。ありがとうございました。